今から話すのは、私が小石にいたずらする話である。だがこれは仕返しだ。そう、猫耳をつけさせられた仕返しなのだ。時は戻ること一週間前。スライちゃんからだよ。なんでこんなこと。だってスライちゃんの猫耳見たかったんだもん。激写するな。わかったよ。カメラ増やすね。増やすな。だったらこうする。その表情いいね。なんなんだこれは。小石が今撮ったフランちゃんの猫耳写真集はお姉さんに届けるね。え、あ、その時フランにオカンが走った。このまま小石を放置するとフランの猫耳写真集。いいわね。生で見てみたいわ。こうなって猫耳つけてちょうだい。嫌に決まってるだろ。そんなこと言ってもいいのかな。なんだよこれを見なさい。それはあなたの猫耳写真集よ。これを幻想郷に広められたくなかったら猫耳つけてちょうだい。いやだから猫耳なんてつけないんだから。さくらんこの本渡すわよ。そうなって最後に、いいわよフラン、もっと撮らせてちょうだい。なんでこんな恥ずかしいこと。次はメイド服着てもらいましょうか。いやだよ、猫耳で十分でしょ。あなたは弱みを握られてるのよ。立場をわかってる。弱みさえ握られてなければこんなことには。返事がないわね。わかったよ。あなたは今私のメイドよ。メイドならわかりました、ご主人様でしょ。わかりました、ご主人様。絶対にこうなる。写真がお姉様に渡る前に必ず小石を止めなければ。この間約 0.1 秒である。そうと決まれば小石を探さなければ。フランが小石を探している。時小石はというと、これが欲しいか。欲しいです。2500円です。買います。毎度あり。写真集を売っていた。そしてフランの猫耳写真集。いいわね、生で見てみたいわ。予想通りになった。あ、フランちょうどいいところに。なんだよ、お姉様が私に話しかけてきた。ということは猫耳つけてちょうだい。やっぱりこのまま断ったら私の予想通りになってしまう。なんとかしなければね。猫耳はつけないから。そんなこと言ってもいいのかな。あなたの猫耳写真集よ。だからここで私が負けてしまえば私は猫耳をつけることになる。あんなことは一度で十分だ。ならば私がやることはただ一つ。昨夜はお姉様が猫耳つけてくれるって。何言ってるのフラン、そんなこと言った。お嬢様の猫耳写真集は我が加工にすべきよって。私は猫耳を遂行する。これは絶対だ。邪魔するものは排除する。どうしてくれるのよフラン。昨夜はあなたら お嬢様の猫耳写真、ここで撮らねばメイドバスタル。いざよい、昨夜はこの日のために。やばい。犠牲者はお姉様。ちょっと待って。お嬢様捕まえた。いやよかった、これで私が猫耳をつけることはない。これで一安心。妹様捕まえた。なんで昨夜がここに。お姉様は。私はお嬢様に言われました。せめてフランも連れてきて、そしたら猫耳つけてあげるから。なので妹様、あなたをお嬢様の元へ届けます。あの勘違いだ。その後、あ、いいですよ、お二人とも良すぎて、話が止まりませんぞ。セリフが最高。どうすんだよ。このままじゃずっと猫耳かも。なんとかしてよ、お姉様。あ、フラン可愛い。猫耳も悪くないかも。猫耳も悪くないとか思ってないよな。思ってないわよ。さ、柵はあるから安心してちょうだい。どんな柵だよ。それはね、そういう話でぶっ飛ばす作戦よ。その時フランは思った。姉はもうダメだと。でも私で柵がないからな。ダメ元で柵に乗っかるか。その柵はどうやってやるんだよ。説明するより行動する方が早いわね。フラン、今からすることは全て受け入れるのよ。わかったよ。もう深く考えることはやめよう。それじゃ行くわよ。フランに、ちょっと、いきなり何。フラン可愛いわよ。キャン、ほっぺた触らないでよ。いいじゃないフラン、もう少しだけ触らして。いい演技よフラン、いつもだったら。何やってるのフラン。悪を耐えてる。上手に炊けました。こんな感じだけど。ダメだよ。ほっぺたくにくにやだ。このフランの演技力なら、昨夜はどうなってる？いい感じね。作戦とはちょっと違うけど、このまま召されてしまえば。そんなことなし。ここで召されるわけにはいかない。私はこの状況を楽しくねえがある。あの野郎の違う部屋だった。その根性を普段の仕事で活かせよ。ならばこれでどうだ。フランちょっといい？何かするの？フランの頭をなでなで。やめてよ。昨夜が見てるから、恥ずかしいよ。じゃあ誰も見ていなかったらいい？それは、ダメだもん。絶対にダメだもん。そんなこと言わないでよ。私はフランを、なでなでしたいな。今日のお姉様変だよ。ダメ？もう好きにしてよ、お姉様の。バカ。最高の演技よフラン。これは昨夜に効果抜群のはず。よし効果抜群ね。このままやられなさい昨夜。うちは絶対にこの構成を動画に撮る。なんなんだよあの中年。もういい加減にしてくれ。だがこうな感の演技として。昨夜には絶対に負けん。それで最後だ。フラン、最後のお願い。聞いてくれる？何？私はフランのこと、大好きよ。これからも、いつまでも、ずっとね。いきなり、何なの？思ったことを言っただけよ。私は、あなたが大好きなの。わかんない、わかんないよ。いきなりそんなこと言われたら、頭の中真っ白になって、私、
どうしたらいいの？ねえ、フランは私のこと好き？それは言わないから。どうして？恥ずかしいんだもん。簡単に言えないよ。私だってお姉様のこと、私のこと大好き。やったわフラン、昨夜を撃退したわ。え？撃退と、どういうこと？そのままの意味よフラン、昨夜に猫耳姿撃破されるの嫌だから、私に合わせて演技してくれたんでしょ？え？演技？何を不思議がってるのフラン、こんなこといつもフランならしないじゃない。え？だって普段だったら、私を炊飯器で炊き込むじゃない。ナイスな演技だったわよフラン。じゃあ今までの行動すべて、お姉様は、演技してたの？え、すべて演技よフラン、あなた演技の才能あるわよ。そう？なんだ、私にあんな恥ずかしいこと言わせといて。あれはすべて演技だったんだね。それはそうと、最後の演技良かったわよ。最後の演技って？私はフランのこと大好きよって言ったやつよ。ちょっと言わないでよお姉様。あれは良かったわ、私に対してフランさ。言わないでよお姉ちゃん、大好き。やめろ。クマカニツミタモカレネラシアナヤヤヤヤ、筋肉最高。ファ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 。クソ、なんでこんなことになるんだ。こんなことになった最大の原因は小石だ。小石があんなことさえしなければ。小石が今撮ったフランちゃんの猫耳写真集はお姉さんに届けるね。あれがなければ猫耳を必要以上につけたり、昨夜に確保されたり、お姉様に恥 ずかしいことさせられたり、コウマ感破壊しなくても済んだのに。小石は絶対に許さん。何が何でも必ずいたずらしてやる。待ってろよ小石、私に猫耳をつけさせたこと後悔させてやる。こうしてフランのいたずら作戦が幕を開けた。それから一週間後、パチュリー透明になれる薬作って。無理に決まってるだろう、私は薬剤師じゃないんだよ。そういうことはエリンに頼め。イージム知ってるぜ。そんな誘いに乗るわ。プロテインもあるぜ。作りましょう、お任せください。薬作るけどさ。なんだ？なんで透明になりたいんだ？小石にいたずらしたいからに決まってるじゃん。うわぁ、495歳なのにいたずらしたいとか、年齢考えろよ、フラン。フランちゃん、何なんですのそれ？一体何のつもりなんですの？自分で近づかないで、ビア。おめでとう、やめろ、私の様に近寄るなぁ。よし、気にしたぜ。マッチョなヒヨコさんよ、バチュリをキムに頼むぜ。ちょっとスロージ。しばらく経って。この状況何？筋肉を感じないかい？嫌です。パチュリーは寂しそうに筋肉を光らせている。筋肉を感じないかい？だから嫌だって。パチュリーの肉体が輝き始めた。この状況何？筋肉を感じないかい？チコや、筋肉から離れろや。パチュリーの肉体が最終形態に突入した。なんだ？一体何なんだ？何が起こるんだ？光ります。私がサイヤ人だと思っていたのか、マグロが一本持っていたのか、カツオが一本持っていたのか、クワだよ。これは爆弾じゃないか。牛乳は鼻から飲めるものじゃない。つまりこういうことだ。透明化の薬完成したわよ。さっきのやつは何だったんだよ。しょっかすぎだ。必要ないだろ。この動画想像以上に長くなりすぎて、うつ主こうなってるんだぞ。急にめたいな。動画編集ヤバタニュー。最後までやれよ。プロテインください。それで交渉ありがとな。パチュリー筋トレ頑張れよ。クッ、この透明化の薬を使って小石にいたずらをしてやる。そしてフランちゃんやめてよ。まだまだこれからよ小石、もっと可愛がってあげるからね。もう許してよ。許して欲しかったら私の言うこと聞きなさい。わかったよフランちゃん。呼び方が違うわ小石。わかりました。フランお姉様でしょ。そんなこと恥ずかしくて言えないよ。私の言うこと聞くんでしょう。わかりました。フランお姉様。よしいい子ね。絶対に言わせる。小石にフランお姉様って絶対言わせてやるからな。こうしてフランのいたずら作戦が幕を開けた。ふっ、待ってろ小石。その日の夜、さて透明化のポーションはゲットした。あとはこの使い道だ。どんないたずらに使うか。せっかく透明になれるんだもの、やったことないいたずらがしたいわね。まず薬で透明になったら、小石にこっそり近づいて小石をくすぐっちゃえ。そしたら小石はちょっとくすぐったよ。アハハハハヤ、やめてよって反応するから、もっとくすぐっちゃえ。まだやるの？誰か知らないけど、もうくすぐらないでー。このいたずらは絶対やらないとね。もうダメって言っても続けるんだから。小石を思う存分くすぐった後は、小石のほっぺたプニプニしてやるんだから。ちゃうな、何？なんなの？プニプニしないでよ。小石がこんな反応すると思うから。そしたら次は小石の頭なでなでしちゃおうかな。なでなでされてるの？誰に撫でられてるのかな？って小石が言ったら、撫でるのを止めて小石にこう言わせてやるんだから。あれ？撫でるの終わっちゃったの？もう少しだけ続けて欲しかったな。そう言ったら撫で返して、わまた撫でられた。じゃあさっきの聞かれてたの？恥ずかしい。ってこんな感じになりそうね。私は撫でるのうまいから、きっとこんな風になること間違いなしね。いたずらする日が楽しみだわ。でもいたずらはまだまだこれから。次は耳元で囁きましょうか。でもなんて囁こうかしら。そうだ、こうしましょっと。声を出したら誰だかわかっちゃうから、耳元に風を送りましょうか。そうと決まれば早速実行ね。それで小石の耳元まで来たら、ふーってしてやるわ。でも耳元で息を吹きかけるのは、ちょっとあれかもしれないけど、小石だったら大丈夫でしょう。そしたら小石、絶対驚いて、じゃあ、耳がゾワゾワするよ。耳はやめて。きっとこんな感じになるわね。でも一回だけじゃいたずらした気になれないし、小石が隙を見せたら何回でもやっちゃおうかなって。でも息を吹きかけるのは恥ずかしいから、やったとしても一回だけね。それはそうと、耳に何度も風を送ったら、小石はどんな反応するんでしょうね。もうやだ、耳が
おかしくなっちゃうよ。こんな感じになるのかしら。もしこんな感じだったら耳元に風を送ってやりたいわね。あ、またもう、いや、なんだろう、ものすごくいけないことしてる気がする。実際にやるときはやりすぎないようにしないとね。でもまだまだいたずら計画考えるわよ。次は小石のケーキ食べちゃおうかな。でもケーキ食べちゃうのはさすがにかわいそうだし、ケーキ隠しちゃうかな。それでケーキを隠すときはマスフォーブアカエンドを使って小石を呼び出すでしょ。小石遊びに来たよ。フランちゃん遊びに来てくれたの。今行くから待っててね。それで小石が移動したらケーキを隠しちゃいましょう。それで小石が戻ってきたらケーキが消えてる。いたずらね。あれここにあったケーキがない。それで小石がこう言ったら、分身した私がケーキならここにあるじゃないっていうの。何言ってるのフランちゃん、ケーキはここにはないよ。後ろ振り向いてみて。後ろ、あれ、ケーキがあると、どういうことなの。フランちゃんどこに行っちゃったの。小石、じゃあフランちゃんいつの間に。いたずら大成功。いたずら。そうよ。もうびっくりしたよ。あはは、ごめんなさい、面白くってつい。もうフランちゃんと一緒にケーキ食べようと思ったのに、悪いフランちゃんには食べさせないもんね。そんなこと言わないでよ。ちょっといたずらしただけじゃない。フランちゃんはケーキ食べたい。うん、じゃあ約束守ってくれたらいいよ。どんな約束。それはね、それは私といっぱい遊ぶこと。わかったわ、いっぱい遊びましょ。それじゃあ遊ぶ前にケーキ一緒に食べようよ。そうね、こんな感じにいたずらしようかしらね。でも最後の方は小石に主導権握られてたような。本番ではこうならないようにしないとね。それじゃあ最後のいたずら考えますか。でもいたずらは決まってるのよね。最後のいたずらはもちろん、お昼寝している小石に毛も耳つけて写真を撮っちゃう。もちろんカメラの用意はしないとね。準備ができたら小石の毛も耳寝顔写真撮っちゃうんだから。フランちゃんおはよう、カメラなんか持ってどうしたの。なんでわかったの。小石には見えないはずなのに。つや、びっくりした、寝ぼけてただけか。気持ちよさそうに寝ちゃってさ。そうだ、尻尾もつけちゃえ。ふわー、あれ、頭と腰のあたりに何かついてる。とりあえず見てみよう。わー、耳と尻尾がついてる。なんてどうしたの小石。ふなー、もうびっくりするじゃない。いるならいるって言ってよ。ごめんね小石、でも可愛い写真が撮れたから許して。可愛い写真、どういうことなの。小石が寝ている間に写真を撮ったの。結構いい写真撮れたわよ。フランちゃん、それ消して、恥ずかしいから。いやよ、せっかく可愛い写真が撮れたんだもの。お願いだよフランちゃん、どうしたら写真消してくれる。じゃあ私の言うこと聞いてくれたらいいわ。どんなことなの。それはね小石、コリにワンってつけて、私にいっぱい可愛がられながら、私のことはフランお姉様と呼びなさい。そんな恥ずかしいこと、できるわけないよ。じゃあ写真は消せないわね。そんなこと言わないでよ。なら私の言うこと聞きなさい。フランちゃんの意地悪。コリにはワンをつけるのよ。わかった。ワン、これで。いい子ね小石、私からのご褒美あげるわ。わふ、フランちゃんどこ触ってるんじゃ。えへへ、小石はいい子ね。うらうら。もうやめて。よ、許し。て、フランちゃん。呼び方が違うわ小石、フランお姉様。でしょ。そんな恥ずかしいこと。写真、消さないわよ。わかったよ。フラン、お姉様。いい子ね。小石、これが最後のいたずら計画ね。実際小石にやるのが楽しみだわ。さて、いろいろ考えてたら眠くなってきたし、寝ましょうか。明日が楽しみね。フランちゃん。なんだよ小石、ぐっすり寝てたのに。ってなんで小石がここにいるんだよ。なんとなく。嘘つくな。シャッターオン。いい写真撮れたよ。なにこれ。可愛い写真ばっかりだね。消しなさい、その写真消しなさい。消してほしいの。当たり前よ、こんな恥ずかしい写真は残したくない。そこまで言うなら消してあげるけど、条件があるよ。条件。その条件はね、コリにワンってつけて、私にいっぱい可愛がられながら、私のことは小石お姉様と呼びなさい。それ昨日の私が言ってたやつ。なんで小石が知って。なんでだろうね。答えなさい小石。答えてもいいけど、写真消さないよ。卑怯よ小石。さあフランちゃん、わかってるよね。わかった。ワンコ、これでいいの。ワン、よくできました。いい子にはご褒美あげちゃうね。やふ、やめて。こい。し、フランちゃんいい子だね。ほんとに。もう、やめて。よ、小石。ちゃん。呼び方が違うよフランちゃん、小石お姉様。でしょ。もう、やめて。ください。小石。お姉様。わかったよ。よかった。助かった。5秒だけやめてあげる。5秒？なんで？だってさっきのフランちゃんとっても可愛かったんだもん。だからね。フランちゃん、私が満足するまで、ダークさん、可愛がってあげる。今日は本当に楽しかったよ、フランちゃん。また来るねー。次は絶対に、いたずらしてやるんだから。フランの戦いは続く。